いやー、アンダイン君。ああ、いや、おかしいだろ、あんなに長さがあった橋がこんな簡単に落とされるなんて。いやいやいや、こっちから聞こえたと思ったけどな。あれ、君はひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？誰だ？神って言うんだ。ダッセー。絶対心の中で笑ってるこの子。声的に幼そうだけど。いい名前だね。僕の名前は。おっと、黄色い花。すごい良すぎだろマジで。おっと、あ、沼が。体が汚れない。なぜだろう。誰だったんだろう今の声は。おっと、ゴミの山。見覚えのあるメーカーの名前が いくつかある。え、人間界から落ちてきたゴミとかもいろいろあるってことか。セーブポイント助かるぜ。滝は洞窟の天井から流れてくるようだ。時々ゴミも一緒に流れてきて、どこまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、決意がみなぎった。長いね。今回長いね。すぐセーブポイント来てくれて助かったわ。これは？ゴミの山、見覚えのあるメーカー。ああ、これは変わんないのかな。錆びた自転車にふっと触れ、そっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。あ、海外とかだとホーンなのか。日本だとチリンチリンで、海外だとホーンだったりするのかな、これ。国によって違うのかな。なんか学べましたね。面白いことが。ボロボロのデスクトップ PC。中は空っぽ。ほう。もう完全に不法投棄されてるよね。クーラーボックス、メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。あ、フリーズドライの宇宙食、もらいましょう。なんで宇宙食が入ってんのって話だけど。宇宙食が入ってる意味がわからん。アニメの DVD のケース。ケースの端には必死にかきむしったような爪痕？何があった？あ、マネキン。バトルチュートリアル用のマネキン。あ、やめましょう。お互いの目をしばし見つめ合った。はい。マネキン。マネキン？おっと！マネキン？マネキン動いたよ？俺と一戦交える気概もないか。俺はマネキンに取り付いている亡霊だ。俺のいとこもかつてマネキンに取り付かれていた。そう、貴様が現れるまではな。貴様はいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、よくもあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。あまりの恐怖にいとこはマネキンを捨てて逃げ出した。覚悟しろ人間、貴様の魂もその肉体から追い出してやる。あの喉痛い。やばい、マネキン。プースカマネキン、行く手を塞がれた。おっと、かっこいい BGM。 なんか聞き覚えないかこれ。なんか聞き覚えある気がするんだけど。聞き覚えあるねこの BGM。 めっちゃノリノリ。トゥンタ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 ランタラン、トゥンタ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 ランタラン。あ、ナプスタブルークだ。ちょっとアレンジされてるけど、ナプスタの BGM が使われてるぞ。ナプスタいいのか。ナプスタの BGM 使い回しされてるぞ。いいのか。分析。アタック30、ディフェンス無限、物理攻撃無効。あわりあわりあわり。あ、なんか飛ばしてきてるよ。なんか飛ばしてきてるよ。喉が痛いよ俺。マジでプンスカマネキン。あ、なんか当たってる。いたたたた、たこのデックのボメが。魔法攻撃俺に当てるな。わかったぜ。俺が魔法と言ったことは忘れろ。いいな、そういうことか。じゃあ殴ってみようぜ。あ、大丈夫これ。バカみバカみバカみ。俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもないわ。俺は未だ実体を持てるので、このデックノボが。おお、そういうことか。待てよ、デックノボって褒め言葉か。いや違います。魔法攻撃をこいつに当てればいいんだな。そういうことだ。
おい、当てていけ、当てていけ、当てていけ。よし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 。魔法攻撃をこいつに当てればいいんだ。マネキン、話そうぜ。話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。そうだよな。ああ、そうだよな。ここでトリエルがいればトリエルは嬉しそうだっていう文が出てくるんだよな。トリエル元気してっかな。貴様を倒してその魂をいただけ。何何、実体化したいってこと、こいつは。あ、おしゃれ。腕なしスカダンスをしている。プンスカマネキ、話そう。話しかけた。会話は弾まなかった。ちょっと待ってね。多分マイクに近づけてセリフ読んでたから、多分音割れがひどいと思うから許してください。はい。はい。貴様の魂を使ってバリアの外へ行け。はい、らしいです。お前欲望が強いな。やばい、欲望の塊だな、こいつ。おっと、避けたよ。避けるなんてなしだろ。話す。話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。そして、おしゃれな店のショーウィンドウの中に立つ。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、当たれ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 当たってる当たってる、めっちゃダメージ当たってね、これ。よし。見逃すいける、これ。そうすれば、すべてが俺のものになる。へえ。やべえ、俺ぶっ壊れそうなんだけど、このセリフ。やばい、プンスカマネキン読んでると、俺ぶっ壊れそう。ああ、それと、いとこの胸も荒らせる。まあ、いとこの胸忘れてたな。あ、やばい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 、避けるな、お前。あ、喉が痛い。まき散らしている。プンスカマネキン、話す。会話始まん。いとこの名前なんだっけ？マジか。名前忘れられてるぞ、いとこ。回復しよう、そろそろ。シナモンキー、オッケー。かまわん、かまわん。やばいやばいやばい、当たり当たり、あ、1個当たった。よし。なるほど。プンスカマネキン、最後のターンで端っこに避けるから、その時に端っこにいなきゃいけないんだ、俺は。弱い、弱い、弱い。で、俺は、こっちにいればいいんだ。わかったぞ。当たんない。あ、ちょっと当たった。ダイアログダイアログボックス中に綿を巻き散らしている。プンスカマネキン、話す。よし。会話は弾まなかった。嬉しそうじゃない。ジョジョでいたよな。俺ジョジョあんま詳しくないから分からんけど。うわ、無駄なことした。これこそが無駄無駄無駄。弱い弱い弱い。よし、けドン。いいねいいね。無駄無駄、好きだなお前。いけ、よしよしよし。まだ続くのこれ。お化けなので物理攻撃は効かない。お化けなんだ、プンスカマネキン。あ、実体を持たないって言ってたもんな。おい、貴様ら。あ、やばい。デクノボーデクノボーめデクノボーめつっぱいって、なんて俺に向かって撃つなど言ったはずだな。貴様ら全員クビだ。この脳なしが捨ててやる。あ、味方がいなくなったんじゃない。よし、俺の本当の力を見せてやれ。ゴミではない者たちに代わりに戦ってもらうのだ。ウィーンという機械音。プンスカマネキン。マネキンロボ魔法ミサイル。え、あー、これさ。分かっちゃったよ。ミサイルだから逆に良くないんじゃない。プンスカマネキンは鏡の前で睨む顔をした。そしてこのままこちらを向いた。無理してんじゃないの、プンスカマネキンくん。話す。会話弾まん。マネキンのボども。やばいやばいやばい。当たれ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 。よしよし。プンスカマネキン、腕なしスカダンスをしている。よし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 。マネキンロボ、この下手くそ。いけ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 、下手くそなんじゃないよ。計算ミスが悪いんだよ。あ、やばい、死ぬ、俺が死ぬって。ああ、いや、面白いな、これ、バトルが。バトルが面白いけど。バトル面白いけど、やばいよ。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 いけ。いけ。やばい。回復、回復。あぶねえ。ナイスクリーム。もう2回も食っちゃったよ。ファイナルアタック。よし、来た。ファイナルアタック。やべえ。やばい、やばい、やばい、やばい。命を大切に。命がもったいない。やばい。やばいよ。やばいって。やばい。当たり。ああ。いや、今、めっちゃすげえ音出たな。
嘘だろ、こいつらさっきのやつらよ。いやいや、めちゃくちゃ当たったって俺今。もういい、もういい、もう知るか、仲間なんていらねえよ。あ、俺にはこのナイフがある。あーやばい、あぶねえ。ナイフ切れだでもそんなの関係ねえ。貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだよ。永久に、永遠に、いつまでもな。あめっちゃあ、なんだなんだ、喉が死にそう、マジで。ぬっ、酸性油だ。くそ、もういい、暴よ。逃げたなんだこれ。あ、ナポスター、ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。君の友達帰っちゃった。どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。楽しくねえよな、楽しくねえ。ありがとう、ありがとう、助かりました。あれ、いとこではないのかなナプスタがバックでミュージック鳴らしてただけとかちょっと挨拶したかっただけなんだ。消えた。あ、ナプスタ、じゃあもうお家に帰るね。かわいいな、ナプスタ。もしよかったらついてきてもいいよ別に来なくてもいいけど、きっと忙しいと思うし。いいの、気にしないで、行ってみただけだから。ナプスター遊びに行かせてもらうぜ。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし、別に来なくてもいいけど。いいね、行くぜ。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。いいね、静寂のエリア、いいですね。落ち着くね、心が。アヒルだ、運んでくれるらしい。お願いしよう、アヒル。嘘だろシュールだなどんだけ力強いんだこいつ。あ、ちょっと待って、さっきのところ戻ってきちゃった。これおっせえな、しかし。いや、力持ちなのはいいけど、おっせえな。ありがとう、アヒルちゃん。アヒルちゃん、ありがとう。待って、ちゃって。戻ってきちゃった、これ。あ、戻ってきたな。あー、ちゃんと言ってくれる、ここに。お願いしよう。またこのムービー見んのかよ。またこのムービー見んのかよ、俺。もうさ、いらんほど壮大なのよ。めっちゃシュールなのに、いらんほど壮大なの、BGM が。いや、いいね。アンダーテールって面白いね。なんだ今のは。今のなんだ、ちょっと待って。分岐点がある。あー、多分右が石器ルートなんだな。北、ブルーク牧場。東、ホットランド。はてなはてな、テミー村だって。何、テミー村って。左から行っていく。まんまとクラピカ理論に乗っかっちゃってますね。あん、なんだよ、あん、これも仕事なんだよ何がだよ。どんどんどん、誰もいないようだ。なんだこれは、なんだろう、めちゃくちゃまがまがしいな。で、あ、この形はナプスタちゃんの家じゃないか。さあ、後回しにしようぜ。あれ、なんだこれ。おお、ナプスタ、ちょっと待って、先こっちから行くか、じゃあ。あ、なんか気まずいね。今仕事中なの。ブルク家のカタツムリ牧場へようこそ。カタツムリ牧場ってなんだ。まあ、見ての通り従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだけ。ケムクジャラ、誰だ、カタツムリ、なぜだろう、どんな味がするのかトリエル思い出すな、また。いいね。でんでんムシムシ、君はこれから長い旅をすることになるだろう。でんでんムシムシ、遠くチェイセンの彼方まで。でんでんムシムシ、天狗にならずいつでも謙虚でいなさい。
お前が一番天狗になってる気がするけど。別荘が欲しいと随分前から考えててね。なんだこいつは、カタツムリ。待て。こいつの家じゃないか、もともとは。このカタツムリはお札を数えている。あー、もうなんか嫌なもん見てしまった。買収っていうか。いいのか、それでお前は。お前は何なんだ、それで。カタツムリから家を買ったってことだな。こっちはなんだ？ないこれ。おお、ブルーク。ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが1頭になったら君の勝ち。1回10ゴールドだよ。遊ぼう。スタートしたら A を何度もしてカタツムリを応援してね。準備はいい？はい。はい。ます。よしよし、連打あれ進んでなくないかい？やばい、進んでないぜ、見ろ、聞けよ、この連打音、おい、進め、あはぁ、カタツムリ応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できない。そういうこと？残念だね。なんなんだ。なるほど、応援しすぎちゃいけないと。じゃあ放置しようぜ。放置少女だよ。321ドン。いけ。いや待って、負けてないか。ちょっとだけ応援していくスタイルでいこう。いけ。まだ遅いな。いけるぞ、お前はいける。3 hours later。無理ゲー押し付けてないか。君もカタツムリも、すごく頑張ったけど、カタツムリはがっかりしてるみたい。彼女はベストを尽くしたけど、力を呼ばなかったんだね。残念だね。これで、あ、いいかも。いける。追い越せ。いける。越せ。いける。よし、いけ。あ、やばい、負ける。いけ。あー、どっちだ？あー、惜しい。これ絶対勝てるだろう。いける。よし。抜かした。よし。いける。お前はいける。やったー。あー。疲れた。優勝だね。おめでとう。賞金として。こっち10ゴールド払ったんだぜ。ごめんね、うちも商売だが。いや、ナプスタ結構卑怯なやつだな、こいつ。遊びに行こうぜ、ナプスタの家。どっちだろ、これ。鍵がかかっている。おっと。こいつまさか彼女持ちか、ナプスタ。許さんぞ。来た。お、ナプスタ。あ、本当に来たんだ。ごめん。まさか本当に来るとは思ってなかったから。何もないけど、ゆっくりしてってね。ナプスター、遊ぼうぜ。ナプスター、かわいいな、こいつ。かわいい。やべえ、推しになったかもしれねえわ。CD だ、ラベル面にグロスマスソング。再生しよう。なんだこの曲。めっちゃ背筋凍るな。これはブルブルウェーブ。おー、なんか脳からブルブルしてくるようだ。ブルブルウェーブ。いいね。これはブルブルチューン。いいね。ナプスター。CD 好きなのかな？あ、名曲だね。最近こういうの少なくなったよね。あ、それぞれ曲ごとになんか変わるってこと、セリフ。あ、この曲ね、歌詞を覚えたら思わず一緒に歌っちゃうよ。
かわいい。ちょっと待って、マジでかわいいんだけど。ナプスター、ナプスター最高にかわいいんだけど、こいつやばい、俺ベタボレだ。ラベルメンブルブルウェーブ再生しよう。この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。いいね。微動だにしてないけど。このクモの巣は？クモの巣。スイーツ特売会のチラシ。あ、懐かしいな。それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ。時々ね。ほうほう。おっと？あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。すげえ。すげえ、移動がスライド。さすがお化け。はい。ゴーストサンドイッチだよ。食べてみる？食べよう。ゴーストサンドイッチを食べようとした。しかしすり抜けてしまった。お化け用のサンドイッチか。は、ダメだね。美味しいご飯を食べた後、食べてないのよ俺。床に寝転がると床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。うちの実家ではみんないつもそうする。そうなんすか。君も一緒にやる？やる。やる。じゃあ真似して。ナプスター。動かない限りずっと寝たままでいるんだ、こんな風にね。だから起き上がりたくなった時だけ動いてね。クソニート生活最高。あ、なんか始まった。なんか始まったぜ、ナプスタが。ナプスタと俺だけのなんか不思議な空間が。なんだこれは。いや、いいねこれ。いや、最高だわ。ちょっと飲み物持ってきて、進展がなかったら進めよう。喉がマジでやばいから。いや、マジでずっと続いてたな、この時間。やばい、ちょっと喉も回復してまいりまして、はい、動きます。あ、戻った。楽しかったね。ありがとう。はい。ナプスター。CD の制作作業を続けるね。え、CD 制作してんの？すごいね、ナプスター。ブラウザでは音楽共有サイトのページが開かれている。あ、ネット配信とかしてるんだ。活動者同士仲良くしようぜ、じゃあ。はい。ピース。小顔効果。はは、相手より後ろに映ることで、小顔に見せる。ナプスターのことも小顔にしといてやるか。いや、かわいいな。よし、じゃあ、またな。行くぜ、俺は。いや、ちょっと、名残惜しいな。寝底の中、空っぽ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ラベル上にブルブルチューンと書いてある。これをさ、やめとこ。ブルブルチューンはオワコンだ。言わんといてやれ。ちょっと待って、言わんといてくれ。ブルブルウェーブ、これは？あ、かわいそう。ブルブルチューンだけオワコンなんだ。あー、やばい、おもろいわ。じゃあな。じゃあな、いい時を過ごせたぜ。電話番号登録しとこうぜ。ディスコード入ろうぜ、一緒に。なあ、ナプスター。ネット活動者同士仲良くやっておこうぜ、ナプスター。なあ。いや、もう作業集中しちゃってるね。ちゃんとパソコンの前でやれって感じだけど。じゃあな、行くからな。いやー、よかったですね。夢のようなひとときでしたね。いや、マジでナプスタランド作ってくれたら俺行くわ、絶対。なんで俺もめちゃくちゃ気持ち悪いな。よし、セーブしよう。
オッケー。ということで、ナップスターと一緒に宇宙へ行きました。いや、楽しかった。これは異次元ボックス。宇宙食のさ、インフォ見てないよね。ペット用の、おっと !21HP か、まだいらんな。犬の落とし物って何これ、何持ち物の空きスペースが全部犬の落とし物で埋まった。え、犬サラダ。ヒットプードルを回復、ヒットポイントな。え、ちょっと待って。犬の落とし物ちょうど、犬サラダ気になるわ。犬の落とし物全部移動させておこう。オッケー。なんなんだマジで。おっと、魚は若いの。ガラクタばかりじゃが買っていかんかね。売ります。はっ、ガラクタを処分しとるのになんでまた増やさんといかんのじゃ。ま、テミー村なら物を買ってくれるという話じゃがの。テミー村って何なんだ、さっきもちょっと見たけど。どこにあるかって、さて、どこじゃったかの。遠慮はいらんよ。よし、買おう。富士リンゴ。普通のリンゴ。なんで富士リンゴが売ってんだよ。18回復。バトル中スピードアップ。あ、これいいね。びちゃびちゃ欲しい。びちゃびちゃ。曇ったメガネ。なにこれ。無敵時間延長。武器はいらん。武器は怖いから、とりあえず曇ったメガネ買って、びちゃびちゃを何個か買って、富士リンゴも買おうか。あ、持ち物いっぱいか。曇ったメガネを装備しよう。オッケー。で、そしたら異次元ボックスで、ナイスクリームびちゃびちゃをフルのチュチュ。チュチュも預けるか。で、犬の落とし物をちょっとこいつら処分しないとダメだ。ゴミのように投げ捨てた。言い方よ。オッケー、オッケー、回復アイテムはバッチリじゃ。万全、万全。この下はなんだ？なんだここは？何もないぞ。え？調べられるところとかも、特になさげ？え、ここは何なんだ？なんかイベントが起きたりするのかな？とりあえず、進んでいこう。おっと！また神秘的な BGM が。完膚なきまでに打ちのめされた我々は、根絶やしにされることを恐れ人間たちに降伏した。そして強大な力を持つ7人の人間の、何に光ってんの？人間の魔術師がその魔力で我々を地底のに、あ、なるほどね。人間が魔法を使えるんじゃなくて、その中で魔術師が使えたってことね。封印の中に入ることはたやすい。しかし外へ出ることができるのは強き魂を持つ者のみ。はい。なるほど。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てば、バリアは崩壊する。なるほど。7人の人間必要なの。やばくね？おっ！びっくりした。びっくりした。なになになに？ふわふわ言ってるよ。ふわふわ言ってたよ。おっと？あ！テミ！隠しボスのテミ！これは手強い。え？テミ村ってあるんですよね。テミ村教えてくれません？テミフレークスってなんだ。分析。テミ、絶点中、絶点、キャワは人間、なでりの大好き。でも人間、テミアレルギー。どういうこと？キャ、人間、キャワは、九死。いや、ちょ、ぶつ、おい、おい、なんだこれ、なんだこれ、キモいって、あテミは他の攻撃を忘れてしまった。ポーズを取る。筋肉もりもり、筋肉をもりもり動かしてみせた。いやん、筋肉キャワワクニャイ。僕はそうは思わないな。アーロン、いやん、あ、二人っきりだね。やめろってマジ。アーロン何してんだお前。な、テミバタンキューしちまったぞ。アーロン、アーロン、60ゴールド高っ。え、隠しボスやったよ。やった、レアなんじゃないの。しかし、この呪われた地には入り口も出口も存在しない。従って人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。あー、かわいそうだな。ね、テミー村のこと聞けなかったんだけど。テミー村。ちょっと言語おかしかったけど。おっと？光ってる。おー、道が示される。そういうことね。なるほど、なるほど、なるほど。え、ちょっと待って、上がある。あ、ちょっと待って、チビカビ逃がす。え、なんで逃げないのお前。チビカビは静かにしてる。分析くどく。え、チビカビハテナだよ。てんてんてん。くどく。
出し抜けに、うわお、ちびかび、ちょっと、ちびかび大変身してるよ。ちびかび大変身してるよ。第二形態になってるよ。でかかび抱きしめる。スライムでネバネバになった。動きが遅くなった。え、嘘だろ、びっちり消してる。まあ言うてって感じだね。そんなおっさ、やばいやばいやばい、回復回復、ナイスクリーム、オッケー、ぴっちりきっちり、やばい、読みにくい。これちょっとさ、ごめん、俺の悪い性格が出てるんだけど、抱きしめまくって極限まで遅くしたくない？あ、これ変わんないかな、そんな変わんないかな、一回限りかな、動き変わんの。あー、でもちょっと遅い気がする。もうちょい抱きしめよう。ぐるる、もうカビじゃ最悪です。